セリーグ公式戦、読売ジャイアンツ対中日ドラゴンズの1回戦です。解説は西俊久さん、赤星憲広さんのお二人、実況は三橋大輔でお伝えしていきます。お二人どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。大勢のお客さんが詰めかけているわけですが、西さん、このファンの歓声というのはやはり試合中も聞こえるもんですか？聞こえてるんですけれども、特に気に留めていないということになりますかね。そうなんですね。それほど集中力高まっているということなんですね。まずは赤星さん、まずはどちらのチームが先制点を取るのか注目ですよね。打ちました、坂本、アウト、ワンアウト。バッターは2番に入っている京田。前回のゲーム見逃して三振になります。バッターボックス、ビシエド。前2球目打ちました。セカンドうまくさばいて一塁アウトで3アウトチェンジです。バッターは丸。前回のゲームではホームラン。インサイド打ちました。これはどうだ、取った、アウト、ワンアウトです。バッターは2番に入っている坂本。2試合当たりが出ていません。あちら、まずは先頭バッターを打ち取っています。一塁そのまま入ってアウト。バッターは3番、痛烈、一二塁間を破る。これで4試合連続安打、ツーアウト、ランナー一塁。4番バッター、アウトコース打ちました。一塁送球します。一塁アウト、スリーアウトです。2回表に入ります。ドラゴンズの攻撃、バッター振っていきましたが三振、ワンアウトです。打席には5番バッター平田。一二塁間を破る。これで3試合連続安打、ワンアウト、ランナー一塁です。バッターライト方向を流し、セカンド取った、二塁へ送球、アウト。素晴らしい守備を見せてくれました。先ほどのプレーです。見事ダブルプレーに仕留めました。ランナー出ましたがドラゴンズ得点には至りませんでした。ゲームはこれから2回の裏に入ります。ジャイアンツの方振っていきましたが三振、ワンアウトです。打席には6番バッター岡本。2試合当たりが出ていません。高め打ちました、破りました、センター前。ジャイアンツチャンスになりました。ワンアウト、ランナー二塁一塁。さあジャイアンツ先制のチャンスを迎えています。やはり早めに先制することが大事なので、ここで点を取っておきたいですよね。打ちました、どの上、二塁送球、二塁アウト、一塁転送はアウト、ダブルプレー。ここは決めたかったんですがダブルプレーで得点ならず。マーキン3回の表、7番から始まるドラゴンズの攻撃、いきなりトップバッターを歩かせました。見逃して三振です。まず一つアウトを取りました。変化球空振り、ツーアウトになりました。バットに当たりません、三振、スリーアウトチェンジ。ご覧いただきましょう、最後は三振を奪いました。ランナー出ましたがドラゴン
西さん、早めに両チーム点を取りたいと打ちました。セカンドが取る。アウト、ワンアウト。打順は1番に帰ります。バッター丸、先ほどの打席はショートゴロに倒れています。まずはワンアウトを取っています。これで次が3球目。打ちました、痛烈。ショートうまくさばいてセカンドホースアウト。一塁転送はアウト、ダブルプレー。ご覧いただきましょう。最後はダブルプレーに終わってしまいました。4回の表ドラゴンズの攻撃。打席には2番バッター、引っ張った、ボテボテ、ファーストが前に出る。アウト、ワンアウトです。3番バッター、ビシエド。先ほどの打席はストレート。3球目は何で来るか。三振になります。ツーアウトになっています。打順三振です。釣り玉にスイングアウトの三振です。ランナー出ましたがドラゴンズ得点には至りませんでした。0対0。両チームジャイアンツ4回裏の攻撃になります。バッターは平、バットに当たりません。三振、ワンアウトです。バッターは4番ソト。先ほどの打席はピッチャーゴロに倒れています。2球目打ちました、取った、一塁アウトで3アウトチェンジです。5回の表にゲームが進んでいきます。ドラゴンズの攻撃、変化球で空振りを取ります。ワンアウトです。ご覧いただきましょう。最後は三振を奪いました。打席には7番バッター遠藤。前の打席ではフォアボールを選んでいます。インサイド落ちました。三遊間抜ける、ツーアウトランナー一塁。ここはうまく引っ張られてしまいました。さあ先制のランナーを一塁に背負います。打ちました、ファーストを取った、一塁アウトでスリーアウトチェンジです。ランナー出ましたがドラゴンズ得点には至りませんでした。0対0。両チームまだ無得点です。赤星さん、バッターも2巡目に入ってきているわけですが、打ちました、ボールを拾って先制のランナーが出塁していきます。ノーアウトランナー一塁です。これが先ほどのプレーになります。よく見極めました、フォアボールです。足のあるランナーがピッチャーを乱れさせた部分はあるかもしれません。ストレート打った、取った、二塁送球、アウト、ゲッツーを取りました。ダブルプレーにはなりましたがまだ先制のチャンスは続きます。待つ、バッターボックスには代打の大城。大歓声を背に打席に立ちます。さあ西さん、ここは期待に応えたいですね。ここで1点がね、入るか入らないかというのはね、大きな。センターへ持っていった、ワンバウンドヒットになった。サードランナーがホームに帰ってきました。バッターランナーは2塁まで進みました。ジャイアンツ先に点を取りました。1対0。なおもチャンスが続きます。さあ代打の一振りで先制した場面をご覧いただきましょう。インサイド打った、セカンドの左、取った、一塁アウトでスリーアウト。しかしこの回ジャイアン、はい、これから6回ドラゴン。さあマウンドを任されたのは戸郷。今シーズン2試合目の登板です。インサイド右中間に上がった、ここは打ち上げています。ライト掴んでワンアウト。2番バッター強打、先ほどの打席はファーストゴロに倒れています。打ちました、流しました、レフトに上がった。カーティス掴んでツーアウト。バッターボックスは3番ビシエド。追っつけて打ちました、ワンバウンドヒットになりました。これで3試合連続安打、ツーアウトランナー1塁。ここはうまく流されてしまいました。打席には4番、いいや、セカンドの右抜ける、ファーストランナーセカンド回って三塁に向かう福田。今日の初ヒットがここで出ました。ツーアウトランナー三塁一塁。ここで声をかけました。初球打ち、高いバウンドになった。
セカンドが抑えた。一塁アウト。これでスリーアウト。さあご覧ください、先ほどのプレーになります。同点のチャンスがあったドラゴンズですが、そのチャンスを生かせませんでした。1対0ジャイアンツ。6回の裏ジャイアンツ。さあマウンドに上がったのは又吉。今シーズン3試合目の登板です。さあ赤星さん、打ちました。セカンド取る。アウト。ワンアウト。バッターボックス平、先ほどの打席最後は空振り三振に倒れている。打ちました。痛烈な打球、伸びていく。どうだ、入れば貴重。飛び込んだ。ソロホームランが出ました。素晴らしい一振りでした。初球でした。ぎっちり捉えた当たりはフェンスを越えてスタンドへ。追加点が入りました。ジャイアンツ2対0になりました。頼りになる男がやってくれました。その差を2点と開いています。やはりこの辺りパワーの違いを見せつけられました。まあ確かにいい当たりじゃなかったんですけど、よく伸びましたね。徐々に試合の流れを確かなものにしようとしています。打順は4番ソト。ジャイアンツホームランで追加点を挙げています。赤星さん、着実に得点を重ねていってますよね。そうですね。こうインサイド落ちました。高く上がりました。ファールグラウンドへのフライです。掴んで3アウト。しかしこの回ジャイアンツソロホームランで追加点を挙げています。これから7回、ドラゴンズは代打を送ります。バッターボックスには代打の銀。変化球空振り。まず1つアウトを取りました。打順は7番遠藤。先ほどの打席はセカンドゴロに倒れています。東郷、まずは先頭バッターを三振。ジャイアンツここでピッチャーが変わります。マウンドに上がるのは3番手の高橋。さあマウンドを任されたのは高橋。今シーズン3試合目の登板。初球打ち高く上がった。ぐんぐん打球が伸びている。伸びて打ったバッター一塁蹴って二塁に向かいます。バッターランナーは二塁到達。これで4。バッターボックスには代打の清水。次が5球目。レフトへ。このフライはどうだ、落ちるか。レフトフライ抑えてアウト。ツーアウトランナーに。バッターボックスには代打の愛希。初球打っていった。掴んだ。いいプレーを見せました。これで3アウト。ご覧いただきましょう、走りながらの候補ファインプレーが出ました。ランナー出ましたがドラゴンズ得点には至りませんでした。2対。赤星さん、ここでもう一押ししておきたいですよね。そうです。インコース打ちました。いい当たり。レフトへ打球伸びる。バッターボックスには7番石井。前の引っ張った。大きな打球になった。ライト下がっていく、下がっていく。スタンドには届きません。バッターランナーは2塁まで進みました。これで抜けた。セカンドランナー帰れば追加点。センター前ヒット。小林、これが今日の初ヒット。さあバッターは高橋。そのままバッターボックスに入ります。ここは代打で点を取りに行きたいところなんですけどね。そうですね。さあ追加点のランナーを置いた場面です。はい。バッターボックスには代打の石川。さあここでもう一つリードを広げておきたいですね。まあそうですね、点差としてはまだ十分とは言えませんから、ここで得点しておきたいですよね。そうですよね。ここはぜひ決めておきたい。ライトに持っていった。ワンバウンドヒットになった。中継にボールが送られる。サードランナーホームイン。ジャイアンツ追加点。ここで代打に見事なタイムリーが出て点差を広げます。まあそうですね、勢いがありますよね。ここでの追加点、勝利が一段と見えてきたかもしれません。打順はトップに帰って丸。ジャイアンツこの回1点を入れています。さあ3点をリードし、なおもリードを広げるチャンスです。まあ非常に打線いい当たり。大きいぞ。大きな当たりが外野を襲っている。右中間深いところヒットになる。ボールは中継。セカンドランナーホームイン。ジャイアンツ追加点を挙げました。4対0。なおも三塁二塁のチャンス。ここ
ここで期待に応えました。見事なタイムリーが出て点差を広げます。いや、いい形でね、点を取れましたね。これからもうちょっと加点したいですね。改めてお聞きしますが、バット打ちました。セカンド取った。一塁へ送ります。ツーアウトになりました。ここはつなげておきたかったんですけどね、まあ、ただ次が彼ら、ここで申告敬遠を選択。バッターボックスは4番ソト。ジャイアンツこの回2点を入れています。さあ4点をリードし、なおもその点差を広げていこうかというところです。ストレート打った。セカンドの右掴んだ。一塁アウトでスリーアウト。しかしこの回ジャイアンツ2点。さあマウンドに上がったのは中川。今シーズン7試合目のとアウトコース打ちました。石井アウト。ワンアウトです。2番バッター京田。今日はまだ変化球で空振りを取ります。バッターは3番ビシエド。インコース打ちます。おっと、これを掴んだ。一塁へアウト。ファインプレー。反撃したいドラゴンズでしたが、ここは三者凡退に終わっています。8回の裏ジャイアンツの攻撃。バッターボックスには打ちました。ヒットになった。一塁蹴って二塁に向かう。バッターランナーは二塁到達。これで9試合。ライト方向だ。一塁線破っていった。セカンドランナー三塁を回った。セカンドランナーホームイン。バッターランナーは二塁でストップ。ジャイアンツ1点追加します。7番バッター石井。まあここで攻撃の手を緩めずに最後まで攻め続けてほしいですね。さあ終盤でこの点差ですが、まだまだ攻撃の手を緩めません。引っ張った。これは1、2塁間を破る。ホームに送球する。これで3安打猛打賞。スタート。スクイーズやってきた。打ち上げてしまいました。取りました。サードランナー飛び出している。三塁送球アウト。ダブルプレー。バッターは途中からマウンドに上がっている中川。ツーアウトランナー一塁です。バッターボックスには代打の川中。まあこの場面しっかりインサイド落ちました。取ってスリーアウトです。しかしこの回ジャイアンツ1点を。西さん、これはもうベンチも安心して見ていられるのではないでしょうか。まあ、もちろん気を抜いてはいけないんですけれどもね、まあ、こういう時はね、ベンチも少し余裕はあると思いますよ。変化球空振り、ワンアウトです。5番バッター平田。先ほどの打席は同点のチャンスだったんですが、セカンドゴロに倒れています。ワンアウトランナーありません。ライト方向を流しました。弾き返した打球はライトへ。ライト掴んでツーアウト。今日は代打で途中出場、2回目の打席が回ってきました。先ほど三振を取りました。試合終了。試合を制したのは読売ジャイアンツです。セリーグ公式戦、読売ジャイアンツ対
まずはジャイアンツの先発、これから注目の立ち上がりになります。里崎さん、まずはどちらのチームが先制点を取るのか。空振り三振、まず一つアウトを取りました。バッターは2番に入っている京田、2試合当たりが出ていません。変化球で空振りを取ります。バッターは丸、ここ3試合連続で複数安打を放っています。三振になります。ワンアウトです。バッターは2番に入っている坂本、三振です。ツーアウトになっています。打順は3番平、2球目打ちました。これはサードライナー。この回2回の表ドラゴンズの攻撃、バッターボックス打ちました。外抑えてワンアウト。バッターボックスには5番平田、まずはワンアウトを取っています。ワンバウンドヒットになりました。これで4試合連続安打、ワンアウトランナー一塁です。打順は変化球絡み、さあ外してくるのか。振っていきましたが三振、スリーアウトチェンジ。2回の裏になります。さあジャイアンツ、この回は4番から始まります。打ちました、取りました、一塁へ、アウト、ワンアウト。5番バッター岡本、昨日はマルチ安打を記録しています。インサイド打ち上げました。弾き返した打球はレフトへ、ここはフライになっています。バッターボックスには6番カーティス、打ちました、いい当たり、一塁送球、一塁アウト、スリーアウトです。この3回の表、里崎さん、ここまで両ピッチャーともに素晴らしい立ち上がりなんです。初球打ち、この打球はフライになっています。セカンドが落下点に入ります。取ってワンアウトです。次はピッチャーの打順ですが、先発変化球で空振りを取ります。打順は1番に帰ります。流しました、飛びついて掴んだ、一塁送球、アウト、スーパープレイ。赤星さん、早めに両チーム点を取りたいところだと思う。ここでコントロールミスが出ました、デッドボール。さあ一塁に先制のランナーを置いています。バッターは炭谷、ここはエンドランを仕掛けるのもありですよね。さあバントしました、取りました、一塁送球、アウト、ワンアウトです。送って打った、高く上がった、この当たりはどうか、ライトオーバーのヒットになりました。セカンドランナーホームイン、ジャイアンツ1点を先制しました。ライトオーバーのタイムリーヒット、1対0、ジャイアンツ試合の主導権を握ります。さあ自らのバットで先制したシーンをもう一度ご覧いただきましょう。いや、赤星さん、バッターの丸、手が出ません。このカウントは狙うゾーンを少し広げて、インコース詰まりました、ここは打ち上げています。セカンドが構えます、どの上が掴んで3アウトです。しかしこの回4回に入っていきます。追いかけるドラゴンズの攻撃、引っ張った、一二塁間を破る、先頭バッターを出してしまいました。ノーアウトランナー一塁です。ここはうまく引っ張られてしまい、2球目打ちました、伸びていく、投打入れば逆転、入りました、ホームラン。クリーンナップに一発を浴びてしまいました。この回1点ビハインドに変わります。バッターボックスには4番福田、ジャイアンツ先制直後に逆転を許しています。アウト、ワンアウト。バッターボックスは5番キラ、グラブが届いた、一塁へ、アウト、スーパープレーが飛び出しました。見事なダイビングキャッチです。ここは素晴らしいプレーが飛び出しました。これは気迫の感じあるプレーですよね。バッターボックス、どの上、先ほどのストレート、さあまず1球目引っ張った、これはどうか、一気にライトへ、ファーストランナーセカンド回って三塁に向かう、バッターランナーは二塁到達、これで5試合連続安打、ツーアウトランナー三塁二塁。打席には8番バッター木下、ジャイアンツこの回2点を失っています。さあバッターボックスには先発の笠原が入っています。さあ満塁の場面を迎えています。ジャストミート、セカンド取った、一塁アウト、これで3アウト。しかしこのかジャイアンツ4回裏の攻撃になります。平バッターボックスに入ります。先ほどの打席打ちました、いい打球だ、伸びていく、どうだ、
入った入った同点のソロホームランです。ジャイアンツこの試合を振り出しに戻す一発になりました。クリーンナップから飛び出した一発になりました。どうかなと思った当たりでしたが見事スタンドまで持っていきました。確かにねいい当たりじゃなかったんですけどよく持っていきましたよね。これで両チームの得点が同じとなりました。4番バッター外、ジャイアンツホームランで同点としています。赤星さんここはもう1点得点が欲しいところですよね。ああそうですね、この勢いそのままにセンターに抜けました。ノーアウトランナー1塁です。厳しいコースだったんですがうまく打ち返しました。やっぱりねバットコントロール。次が4球目、空振り三振、ワンアウトです。バッターは6番カーティス。先ほどの打席はショートゴロに倒れています。ワンアウトランナー1塁です。よく見極めました。フォアボールです。得点圏に勝ち越し。ここは相手バッテリーがゲッツーを狙ってきます。センターへ、この打球はフライになっています。センターフライ掴んでアウト。ツーアウトランナー二塁一塁と変わっています。さあそして打席には隅谷が入っています。さあツーアウトながらなおもチャンスは続きます。こういうチャンスを逃すと流れが向こうに行ってしまいますからしっかりもの三遊間抜けた。セカンドランナー帰れば勝ち越し。バックホームするレフト前ヒット。さあチャンスを広げていきます。今のバッティングご覧いただきましょう。見事タイムリーとはいきませんでした。三振で攻撃を終えました。勝ち越しの里崎さん中盤に差し掛かってどう？いきなりフォアボール。ここで声をかけました。送球がいいキャッチャーなんでランナーを2球目打ちました。高く上がった。これはどうか。まんまん中左中間破っていきました。バッターランナーは二塁まで進みました。これでマルチヒット。ノーアウトランナー三塁二塁です。さあジャイアンツ勝ち越しのランナーを背負った場面です。ここは三振を取りたいですよね。うちのボール球打っていった。これは距離が足りないか。さあサードランナーはどうする。掴みました。ホームに送球する。犠牲フライにはなります。空振り三振。ここは投げ勝ちました。これで犠牲フライ。このピンチ空振り三振に切って取りました。なんとかここで食い止めました。ご覧いただきましょう。連続三振で勝ち越しは許しませんでした。ここはストレートの伸びがスイングに勝った感じですよね。赤星さん中盤に差し掛かって同点です。この後の展開どのようなところ。振っていきましたが三振。ワンアウトです。バッターボックス坂本。センターへ抜ける。坂本ヒットが出ました。ワンアウトランナー一塁となりました。うまく持っていきました。非常に速い。これが2球目。2球目打ちました。左中間に強い打球。さあどうだ。センター左へのヒット。これでマルチヒット。ワンアウトランナー二塁一塁。リプレイでご覧いただきましょう。しっかり捉えてますしいいバッティングでしたね。バッターボックスは4番ソト。さあしっかりとつないでチャンスの場面を迎えています。さあジャイアンツ勝ち越しのチャンスを迎えています。ここで声をかけました。さあ注目しましょう。ここはゲッツー狙いのボールには気をつけて。インサイド打った。サードの右、二塁へ送球。二塁フォースアウト。際どかったがアウト。ダブルプレーでスリーアウト。勝ち越しのチャンスだったんですが最後。これから6回ドラゴンズは代打を送ります。バッターボックスには打ちました。ショートが取る。一塁送球します。アウト。ワンアウトです。バッターボックスは7番遠藤。さっきはツーベースを打たれましたからね。ここはしっかり低めにコントロールして
変化球空振り、スリーアウト。6回の裏ジャイアンツの攻撃、バッターボックス岡本、2球目打ちました。これはショートライナー。打席には6番バッターカーティス。前の打席引っ張った、ライト弾く、ボールを拾って、これで10試合連続安打、ワンアウトランナー1塁です。今のバッティングご覧いただきましょう。さあ2球目は何か、真ん中打ちました、ヒットになった。ファーストランナーセカンド回って3塁に向かう、バッターランナーは2塁まで進みました。これで3試合連続安打、ワンアウト3塁2塁です。さあそしてバッターボックスには住谷が入ります。さあ一打勝ち越しのチャンスです。ここで勝ち越せれば終盤戦いを、スクイズしてきた、あっと上げてしまった、取ってアウト、ダブルプレー、チェンジです。先ほどのプレーです。内野は前進守備、攻撃を読まれた形になりました。里崎さん、今日はここまで素晴らしい投手、高めのボール、これはどうだ、アウト、ワンアウト。さてここはどういうピッチングになるんでしょうか。そうですね、足のあるバッターですし、セーフティーバンドなんかも警戒しておきたいですよね。これが3球目、バットに当たりません、三振。赤星さん、こういった状況ですから先に点を取って勝ち越した方に一気に流れが傾いてしまうということもあるんでしょうか。もちろんそうですよね。ですからここでの1点はか、バットに当たりません、三振、ワンアウトです。打順はトップに帰って丸、変化球空振り、ツーアウトになりました。打順は2番坂本、打ちました、取りました、一塁アウトでスリーアウトチェンジです。8回の表ドラゴンズ、打順よくこの回はクリーン、打ちました、セカンドが取る、アウト、ワンアウトです。バッターボックス福田、今日はまだ当たりがありません。ここもしっかり抑えておきたいですね。そうですね。まずはワンアウトを取っています。バッターランナーは二塁到達、福田ヒットが出ます、ワンアウトランナー二塁となりました。ここはうまく引っ張られて、ここで声をかけました。空振り三振、ここは投げ勝ちました。初球打ち、ボテボテ、一塁アウトでスリーアウト。さあ先ほどのシーンリプレイでご覧いただきましょう。勝ち越しのチャンスがあったドラゴンズですが、そのチャンスを生かせませんでした。8回の裏に入りました。ジャイアンツ打順よくこの回はクリーンナップから始まります。おっつけて打ちました、ワンバウンドヒットになりました。打ったバッターは一塁蹴って二塁に向かう、バッターランナーは二塁まで進みました。これで3安打猛打賞、ノーアウトランナー二塁です。さあそして打席には外が入っています。いいバッターが続くところなので、なんとか決めたいですね。さあこれは次のバッターは気合が入るでしょうね。まあこの場面で勝負強い選手に回ってますからね、チームとしてはここで得点しておきたいですよね。ライトへ、ここは打ち上げています、ライトフライ抑えてアウト、ワンアウトランナー二塁一塁。さあそしてバッターボックスにはカーティス入ります。打順がいいところなのでここでなんとかしたいですね。さあアウトカウントが一つ増えましたが、なおもチャンスは、空振り三振、前にボールを飛ばせません。ツーアウト、センターへ持っていった、ワンバウンドヒットになった、勝ち越しのランナーが三塁を回った、中継にボールが送られる、セカンドランナーホームイン、ジャイアンツ勝ち越しました、3対2。さあリードしました。期待を裏切らないバッティングでした。ここで勝ち越し成功です。そうですね、当たり前のように打っていきますよね。ここで勝ち越しに成功、このまま流れを保っていけるんでしょうか。ここで突き放しておきたいですよね。ええ、そして勝負強いバッターに回りましたから、どう攻めていくのかバッティングに注目ですよね。はい、その期待のかかる住谷が打席に入っています。空振り三振、ランナー返すことができませんでした。
これから9回ドラゴンズは代打を送ります。まあおそらくバッターも手を出してきますから。打ちました、流しました、三遊間抜ける、先頭バッターを出してしまいました。ノーアウトランナー一塁です。ここはうまく流されてしまいました。まあ、これが1球目、初球打っていった、セカンドフライ抑えてアウト、ワンアウトランナー。バッターボックスには代打の後藤。さあ里崎さん、ここで変えてきましたね。そうですね、まあただこういう場面を確実に抑え、次が2球目、右中間へ、ここはフライになっています。掴んで2アウト、ボールは中継、2アウトランナー1塁と変わります。打順は1番に帰ります、バッター大島。先ほどの打席はセカンドゴロに倒れています。大きな打球だ、入った、ホームラン、大島今シーズン第1号の逆転ツーランホームラン、ライトスタンドに運ばれてしまいました、ホームランです。打ちました、セカンド取る、一塁アウトでスリーアウトチェンジです。しかしこの回ドラゴン最終回、赤星さん、こういった展開ですと先頭バッタープレッシャーがかかるんじゃないですか。かなりのプレッシャーですが、ここは開き直っていってほしいですね。そうですよね、はい、開き直っていけるかどうか。9回の裏、この回ピッチャーからの打順でしたが、ここでジャイアンツ代打を送ります。バッターボックスには代打の石川。さあ赤星さん、引っ張った、亀沢が抑えています、ワンアウト。打順はトップに帰って丸、今日はここまで全て三振に倒れています。さっきは中途半端なスイングで三振でしたよね。三振になります、2アウトになっています。バッターボックスには2番坂本、先ほどの打席はファーストゴロに倒れています。2アウトランナーありません。この試合のインコース詰まりました、ここはフライになっています。内野フライ掴んでアウト、これで3アウト、最後いいところ。東京ドームからお伝えしてまいります。セリーグ公式戦、まずは里崎さん、真ん中打ちました、これはどうだ、取った、アウト、ワンアウト。さあそして打席には外が入っています。さあワンアウトになりましたが、なおもチャンスは続きます。際どいコース見送っています。引っ張った、打球はレフトへ。さあサードランナーはどうする、タッチアップ、サードランナーホームイン、ジャイアンツ1点を先制しました。犠牲フライを決めてきました、1対0、ジャイアンツ試合の主導権を握ります。さあご覧いただきましょう、犠牲フライで先制。打順は6番、ここはゲッツーを取りたい場面ですよね。そうですね、高め打った、抑えた、二塁送球、二塁アウト、アウト、ダブルプレイ。バッターは8番、打ちました、ショート取った、
一塁へ送ります。一塁アウト、スリーアウトです。これから3回の裏、さあジャイアンツ、この回は4番から始まります。バッターは外、先ほどの打席で引っ張った、レフトへ打球伸びる、レフトが取りました。バッターは4番、これが初球、打ちました、痛烈、これは1、2塁間を破る、これで3試合連続安打、ノーアウトランナー2塁1塁。ここはストライクゾーン内で動くボールが有効ですよね。ああなるほど、外れてフォアボール。4球目は何で来るか、インサイド打った、高いバウンド、セカンドが抑えた、一塁送球、一塁アウト。さあそして里崎さん、三振を狙うリードというのはあるんですか。まあピッチフォアボール、ここは三振を取りたい場面ですよね。ここはそうですね、いい角度で上がった、これは大きな打球、入れば勝ち越し、入りました、ホームラン、木下今シーズン第1号の勝ち越しグランドスラム。ここで悔しい一発を浴びています。この回一気に逆転、外がバッターボックスに入ります。先ほどの打席はレフトフライに倒れています。打球自体はいい当たりでしたから、ここは慎重にいった方がいいと思いますね。そうですね、低めきました、よく見ています。バットは動きません、よく見ています。5球目は何で来るか、よく見極めました、フォアボールです。ノーアウトからランナー出ます。このランナーを返したい、得点に。さあジャイアンツ、一打勝ち越しのチャンスです。まあ打線が乗ってきた感じがありますから、ここも期待したいですね。なるほど、そうですね。さあ外のボール打った、さあバックホームするか、さあ勝ち越しのランナーがタッチアップ、サードランナーがホームに帰ってきました。外、きっちりと犠牲フライを決めました、リードを奪いました。さあご覧いただきましょう、犠牲フライで勝ち越しに成功。さあこの週キャッチャー強肩なんで、ランナーは少し慎重になってるでしょうね。なるほど、そうですね。あっと外れた、フォアボール。バッターボックスには代打の里崎さん、ゲッツーを狙うときはどういうリードをするんでしょうか。まあいい、このピンチ空振り三振に切って、ここはゴロを出したいですよね。なるほど、そういった攻め方をして、ジャストミート、落ちた、ヒットになる、同点のランナーが三塁を回った、セカンドランナーホームイン、バッターランナーは二塁到達、ドラゴンズ同点。抑えたかったんですが、この場面で同点とされてしまいました。そうですね、流れが、ここはゾーン内で変化するボールも有効でしょうね。なるほど、さあキャッチャーどこに構え、右中間へ、この打球は落ちるか、どうだ、ワンバウンド、ヒットになった、二塁ランナー三塁も回った、サードランナーホームイン、そしてセカンドランナーも三塁回って、今ホームイン、ドラゴンズ勝ち越し。警戒はしていた相手なんですが、この場面で勝ち越しだ。打席には4番バッター外、先ほどの打席で一時勝ち越しとなる犠牲フライを放っています。犠牲フライも技術がいりますからね。いい仕事でしたよね。見事でしたね。ジャイアンツホームランで同点としています。3球目見送っています。ボール、変化球空振り、ツーアウトになりました。打順は4番外、先ほどの打席最後は空振り三振に倒れています。ここ走ってきた、キャッチャー送球してセーフ、盗塁成功、バッテリーの警戒をかいくぐって見事盗塁を決めています。インサイド打った、セカンド取った、一塁アウト、これでスリーアウト。先ほどのシーンリプレイでご覧いただいて、さあこの週ストレート打った、ファースト正面取った、二塁へ送球、
二塁フォースアウト、アウト、ダブルプレーでスリーアウト。先ほどのプレーです。見事ダブルプレーに仕留めました。さあそして変化球打った、ファースト取った、そのまま一塁に入ってアウト。ワンストレート打った、難しいバウンド、ファーストうまく取ってそのまま入って一塁アウト。しっかり捉えた、これは大きい、このフライはヒットになりそうだ、掴んでスリーアウト。勝ち越しは許しませんでした。これが先ほどのプレーになります。ご覧いただきましょう。勝敗つかずということになってしまいました。